アートを朗読はアートに関するテーマを優しくゆるーくさらりと解説しています。今回は2024年12月17日まで東京オペラシティアートギャラリーで開催されている展覧会「松谷武貞」についてお話しします。松谷氏はビニール接着剤ボンドを用いた泡が弾けたような作品で知られる現代美術家です。展覧会を楽しむための予備知識として松谷氏の経歴 作品の概要、会場の様子についても紹介します。その1、概要、経歴。松谷武貞氏は、1937年、昭和12年、大阪府大阪市の生まれ、展示会時点の年齢は、87歳です。少年期は、太平洋戦争中、戦後の混乱期でしたが、写生が好きだったことから、大阪市立工芸高校、現在の大阪府立工芸高校、 美術家に進学し日本画を学びますしかし52年昭和27年15歳の時肺結核にかかったため8年間の闘病生活を送り病床では美術書を読み海外美術界の哲学や潮流を独学しました特に中小絵画の創始者ワシリー・カンディンスキーの影響を受けています二十歳頃健康を取り戻し美術の仕事で生きていくことを決意します 当初は日本画を志しますが、軸足を抽象画に移し、60年頃からボンドに関心を持ち、絵画に取り入れました。同時に、抽象画家、吉原次郎氏に指示し、前衛美術をけん引した具体美術協会の展覧会に、ボンドを用いたレリーフ状の作品を出品し、高く評価されます。具体美術協会は、54年、吉原氏が中心となって設立され、 人の真似をするな、今までにないものを作れ。という吉原氏の指導のもと、近代絵画を継承するのではなく、先入観から解放された、新しい芸術スタイルを試行しました。松谷氏は、63年、昭和38年、教会の会員になり、白髪和夫、島本正蔵、元長定だまさらに続く若手として注目を集めます。66年、29歳の時、 フランス政府による留学生選抜コンクールで受賞支援を得て突出しパリで抽象画家・版画家のイギリス人スタンリー・ウィリアム・ヘイターが設立したアトリエ17で修行しました70年33歳の時シルクスクリーンを扱う版画工房に移り数々の版画展に出品し受賞しています以後黒を使うスタイルを確立し多様な作品を制作し続け 2019年82歳の時パリ・ポンピドゥセンターで回顧展を開くなど現在も精力的に活動しています。本展は松谷市のキャリア史上最大規模の回顧展であり初期の作品から直近の最新作未発表作など190点以上があります。その2展示キャリア年代別に6つの賞と1つのコラムで7つに賞立てされ第1章では 青年期20歳から25歳の頃具体美術協会の会員になる前までの作品があります第2章では29歳までの協会会員になった後突吐する前の生命繁殖をテーマにした感能的なイメージの作品があります続いて突槽した後アトリエ17の頃の作品とその後のシルクスクリーンの作品が現れます75年38歳の時 紙と鉛筆を使ったグラファイト、黒に似たダークグレーの新しいスタイルに取り組んでいます。やがて、鉛筆を塗り重ねた黒をテーマにしたスタイルに発展します。下地の白色には石油系溶剤のホワイトスピリットが使われ、光や空気による変質がなく、長期保存ができるなどの特徴があります。第六章は85年、48歳から直近、87歳までの円熟期の作品があり、 表現スタイルが自由かつ大胆になっていく流れがわかります。コラムとして紙作品による模索と制作過程がわかる展示があり最後にはフランスでのアトリエにおけるボンドを使用した制作手順や展示までの様子を追ったメイキング映像があります。その3まとめ作品タイトルには繁殖、生生命命力などが多くあり描写も生命体、臓器、器を連想させ 感能的性的性でもありますその理由は松谷氏が人生において何度も生き抜くことの難しさに直面してきたからだと察します。戦中戦後肺結核の治療期間パリで認められるまでの期間などが挙げられ特にパリでは支援期間は半年で終了しその後は皿洗いのアルバイトや出稼ぎで食いつなぎ作品を一生懸命支え続けたそうです。 厳しい環境を生き抜いた結果として作品が生み出されたとの印象を受けました。松谷氏にとって創作活動とは生きることであり自身の存在意義作品の存在価値を世に問い続けてきたのだと感じました。また通常の展示ならば作品の近くにあるナンバーが見当たらず不思議でしたがこれも松谷氏の意向であり会場全体を完全な白地にして 作品を際立たせることが狙いのようでした。今展は東京オペラシティアートギャラリーにおいて2024年12月17日まで開催されています。以上が展覧会松谷武蔵でした。関連する情報は動画の概要欄をご覧ください。アートを朗読ではアートに関するテーマをゆるゆくさらりと解説しています。今回の内容が良かったらいいねボタンチャンネル登録 コメントをお願いします。またお会いしましょう。